はじめましての方ははじめまして、そうでない方はこんにちは、こたつです。ファクトリーをやっていきましょう。前回は防衛のために火炎放射を初めて設置をしたところで終わりましたね。なんとかね、いろいろちょっと変えてね、なんとかうまく動いてくれるようになりました。はい。で、ちょっとですね、やっぱり前週火炎放射を置いていきたいので、手作業では何かと不便なので、ちょっとね、自動で作るようにしておこうかなということで、ロボットを、電気エンジン、違うね、エンジンユニットを作るようにしてやりたいんですけども、どうなんでしょうね。こっちから取っていくのもありかなっていう感じなんですけども、どうしよう。まああんまり作らないからこっちからもらってきますかね。はい、ではこっちからもらうので、どうしよっかな。いるものがパイプと鋼材と鋼とエンジンユニット。鋼材と歯車はここに来てるんで、パイプを、なるほど、パイプを、そうですね、からこんな感じにねして、こっから置くとどこに置かれるかな。あー、そこはどっちだ。あー、そっちになっちゃうよね。どうしよっか。もうここでこういう感じにしよっかな。はい、で、もうちょっと、もう、ごめんね、はい、で、これをどうしようかな。プラスチックが邪魔だな。ちょっとぐるっと回ってもらう。いや、これを少しばかし内側にねして、はい、なんかちょっと異物混入したかな、大丈夫かな。はい、で、ここに置いて何個で作る、まあ2個体制でいいかな。あ、なんか歯車入ってるななんかおかしいことになってるよ。はい、でここで火炎放射タレットを作ると。ね、でこっちに、で、車めっちゃ使うんだね。大丈夫かな。すんげえ遅い。ここあれだな、歯車じゃねえ、インサーター2つを使う方がいいかな。はい、はい、これで、なんか異物混入してるね。そういうことね。そういうことね。オッ
おっとこっちをじゃあトンネルにしたろう。こういうことね。はい、あーんー、これで解決なんねえや。これをこういう風にしてやればいいんですけど、あ、なんか入ってた。こうすればいいんですけど、こうすればいいんですけど、これでいっか、もう。はい。あ、鋼材がすんげえなくなった、一気に。あ、鉄板来てねえ、なんで鉄板来ようらんがねえ、ちょっと。あかん。で、これもそんなにいらないから、こんぐらいかな。鋼材が作られない。あかん。さあ、研究をちょっと待ってましたね。何しよっかな。ロボット工学。航空機力学か。をちょっとやっておこうか。あ、そうだった教えてもらってたの忘れてた。あの、ミークリックでね、あの、作るの5個ずつっていうのがつい最近、ほんとね、まあ配信、ライブ配信見てくださってる方は分かると思いますけども、そちらの方で教えてもらいまして初めて知りましたね。え、そんなん知らんがねっていう。よいしょ。では、あ、あー、これすごい。1個変えたら片方も一緒に変わるようになってる。すげえ。今までそんなんじゃなかったですよね。え、多分。え、どうだっけ。え、そうだよね。ちょっと自信ないけど。OK。で、あ、ここも。え、OK？ 全然なんか詰まってるよ全然詰まってるよ。あ、でも最後まで行くようになったな、早くすることによって。よし。あ、でも鋼材がちょっと遅いかな。鋼材もうちょっと増やそうか。さあ、では今ある分だけで設置していきましょう。もらっていきます。まずね、左下を置いてってやらないと危険ですね。ほら、でちょっとこれ撤去していかないといけないですね。はい、ちょっと今襲ってくんだよ。今右上の方に集中してるから、多分こっちには来ないかな。ちょっとね、あの、裏作業でレンガ引いたんですけど、無駄になりましたね広くなるんで。あ、あ、やばいやばいやばい、今置いてない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 、あかんあかん、おい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 、ちょちょちょ、あかん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 、あぶねあぶねあぶね、ちょちょちょ、早く持ってこないと。ちょちょちょ、とりあえずちょっとちょっとこの2機だけ動かせるように運んでこい、オイル。あぶねびっくりした。さあ、どこを通ろうかなっていう感じですけども、これなんか渡し船が欲しいな。なんかここら辺をパイプ通りたいな。
といって地面がねえや。どうしようかな。まず今度経由で行こうか。経由で行きます。こっちから出すか。全然溜まってないね。なんかあんま溜まってないね。おーおーおー、でも処理が追いついてないのか。よし、じゃあここからどうしようかな。まあこの間を通って真下がここか。どこを通らせようか。こっから行くか。だからここかな。はいはいはい、 OK で、あ、終わりましたね。コークリヒ学、物流ロボット工学一応研究しておきますか。まだちょっと作れないですけどね。作れないというか作らないですけどね。作れることは多分作れるんでしょう、多分。さあ運びます。でここはどういう感じに置こうかな。この辺かな。ガンタレ目の前あったらダメージ食らうかな。はい、え、どこそれ。え、お、お前ら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 、おい、お前らタレットないとこ通ってきたろお前。ちょっとマジか。おお、ビビった。マジっすか。タレットないとこを見つけたね。ここにやろう。やべ、ちょっと早急に対応しないと。ちょっと早急に、ちょっとでも下途中なんで下完成させないとね。下までやられ始めるんでね。あかんねー、もうビビった。ここを、あれ今来てるよね。あれなんか来てないよ。あれ来て、あれ、あー、ここか。ここが遠いのか。で、ここ、ちょっと弾入れてね。あ、まあでも倒してはいるかな。あれ、お、ああ、レーダー範囲外だからか。あのですね、 0.15 からマップをスクロールで拡大していくとこういう感じでレーダーの範囲内なら見えるそうなんですよ。こういう感じで、だからレーダーを置く意味ももうちょっとできたっていう感じですよね。だから全体、自分の工場の全体を見たければ全体にレーダーを置けよってことですね。いやー、すごい、そんなバージョンアップもしてたんですね。気づかなかった。さあここはとりあえず、あ、でもこっちも置いてこっか。ついでにちょっとね、早くあそこの左上をしないと怖いですけどね。ちょっとマップをよく見ておこう。赤い影が動かないかどうか。で、こんな感じかな。 OK、 これで下は大丈夫でしょう、多分。当面は
あっちちょっと気になるけどね、大丈夫かな。あ、でも大丈夫そうですね。おお、いい感じじゃないですか。おお、壁食らってないじゃないですか。いいじゃないですか。いいじゃないですか。では、まずここに壁を作ってやらないといけないんですけども、せっかくなら水と水の間あたりがいいんで、ここら辺を開拓して、あれ爆弾どこやったっけ、あ爆弾もないだっけ、あそうだ、これ暗視ゴーグルをね、そう今回から暗視ゴーグルが、緑うっすら、前まであのなんか色がかかってたんですけども、今回からなんか色がかからずに普通に見えるそうなんですよ。なので作った方がいいですよっていう感じでアドバイスいただきましたんで作ってみました。はい、爆弾どうだっけ、あった、爆弾こっちかで、1個もらっていこう。で弾もついでにもらっていきます。おい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 、ああ壊されちゃった。もうここで使ったらあっちの弾なくなるじゃん。もうはい、ちょっと待ってね。本当に激しいわバイターさん、もう今回今回、いや前回よりは多分激しいんじゃないですか、こんなまだ初っ端の方でね。さあ爆弾祭り試合、トリア痛い、はい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 、いいですね、痛い、あ来てる、なんか来てる、なんか来てるよ、ちょっとなんか来てるよ、なんか来てるよ お前ら隠れて今来てただろう、あぶねえ、あぶねえなー、本当に、よしでは、ここで、あそっか、暗視ゴーグル置いても私電池持ってないから起動しないのかなですねそりゃくれえなと思ったよ。そうそうそう、電池を作らないといけないですね。電池持ってねえや今、まあいいや今、そんな急がなくな、急がないからね、やっぱ暗いことも大事ですからね。適当なこと言ってますけども、とりあえず、ここ通るな、なんかちょっとこまごました壁ちょっと嫌だな、どうしようかな、どういう感じにしようか、こっちがいいな、ここを行きましょう。おお、左上めっちゃ来てる、めっちゃ来てる、ちょっとご勘弁くださいまし。で、あーちょっとやっぱあどうだろう、川津、海沿いを行こう、これパイプ狙ってこないよね、あ一番上に弾ねえや
やべえ、たまない。さあ、あとどこつけようかな。まあまず右か。オッケー、これでここの防衛は大丈夫かなと思います。ちょっとこっから外に出てれるようにゲートを入れておこう。ガシャン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 、いいですね。さあ、ここもゲート、あ、ここ、あ、ここ下からも大丈夫か、大丈夫か。じゃあ食らってんね、君たち結構食らってんね。ガンタレと併用しないとダメですね。スパだかな。ちょっとここにも欲しいな。オッケー、これで上は侵入できるところはないはずです。オッケー、こっちも二重にしとくか。そろそろたまねー、たまね。今回はですね、防衛を強化する動画でございますんでね。でもここ全部できねえな。ちょっと広いな。そしてたまねえな。ちょっと取りに行ってきます。お、いいですね、結構ありますね。でも鋼材が追いつかねえな。まあでもこっちには足りてるからいいんだけど、いや、こっちに足りてないんだよね。こっちに足りないと意味がないんだよね。止まってんね。ここで全部取られてるね。あかんね。ちょっと1個にしようか。1個体制でやろう。すまんね、君たち。そりゃダメだわな。もうちょっと早いで聞いてくんないかな。そうだ、ここはあれだな、高速じゃダメだ。これでいこう。数が多いけど、いるものはちょっとね。どっから置いていこっかな。暗い、下全然すればつなげてなかったね。まあ、とりあえず既存のところを設置していこう。火炎放射タレットを、こんくらいかな、こんくらいかな。オッケー、これでつながりましたね。じゃあちょっとガンタレの方を撤去して、投下額に置いていくようにしましょうか。ちょっとでもね、節約をするために。これはここに置いて、こここいつは撤去。さあ、では壁を二重にして割ろうかな。
おわーい。おい、頑張ってますね。その調子で頑張って。はい、終わりました。次回ちょっと前半だけここ防衛作りたいと思います。はいね、どうしようかな。これも下までダーッと行って、でここの一番出っ張ってるところまで行ってこうしようかな。はい、はい、っていう感じで次回は前半やりたいと思います。はい、いやいいですね。いやなんか本当工場っぽくなったな、過去ってね。いいですね。さあ次回何が待ち受けることか、次回もお楽しみください。それじゃまたねー。